スポーツ大学院、実は予選会が熱い、箱根駅伝特集。駅伝といえばこの人を紹介します。どうちゃんでーす。オッケー。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。第97回箱根駅伝、楽しみですね。やっとこのシーズンが来ました。来ましたね。来ました。まあコロナのね影響でどうなるか分かりませんでしたけど、もう今ね全国の陸連はですね、陸上競技連盟はレースをどうやろうかと考えてます。だから箱根駅伝はあるはずです。で各マラソンもあるはず、各駅伝もあるはずということを考えて、箱根駅伝正月にあるんで、その予選が実は今度9月の17日の土曜日朝9時35分にスタートします。10月ですね、ごめんなさい、10月ね10月17日の土曜日9時35分にスタートします。はい、はい、これいろいろですね、毎年ドラマが実は隠れてます。皆さん箱根駅伝ね、正月の2日3日の朝早くから見て興奮したり感動したりすると思うんですけど、僕はですね、実は予選会が熱いっていつも書いてますけど、まあこれはいつもというかですね、毎年僕予選会が熱いんですよ、実は。本戦よりも予選会のドラマの方が深い。これを今から深掘りしたいと思います。ちなみにちょっと質問いいですか。どうぞ。箱根駅伝に出れるそのシード校10校書いてますよ、ね。はい、これですね。プラス予選会で何校出れるんですか。はい、箱根駅伝はですね、記念大会になると出場校増えますけど、はい、今回普通の大会ですね、20チームになります。プラス学連選抜ということになります。ですから、全部で21チームオープン参加も含めたら、で走ります。毎年これです。で毎年10校がシード。で、10校が予選会に回ります。だからシードに入れなかったら、すごい差がありますよ。シードに入っているところは、例えばですよ、11月の1日に今度全日本大学駅伝というのがあります。知ってますね。こちらはもう9月とか8月に予選をしてですね、毎年こう地区予選を勝って、我ら九州でもですね、福岡大学とか、日本文理大学とかが、よく出場しますけども、全国大会があるわけです、11月に。で、それの前に毎回予選会で走らなきゃいけないのが、このシード校以外の大学の選手たち。でもシード校の選手たちは、もう全日本の地区予選を勝ったら、全日本11月1日にもうここを減ら、この予選会を考えなくて、集中できる、全日本駅伝に。そして箱根に行けるんです。わかります？ですから、予選会を、いわばこの箱根駅伝っていうのはですね、大学駅伝の中でもナンバーワンの大会なんで、この予選会にピークを合わせてきてます。だからこれの、約3週間後の全日本駅伝にはですね、シード校はそのままピークを合わせれるんですけど、この10校以外の、こういった高校ですね。あ、こういった高校、ごめんなさい。大学はですね、ピークをここに合わせるので、全日本に合わせれません。だから、ピークが一番ある時の、レースがここなんです。だから、これテレビ放送でもね、やってほしい。日テレジータスではやります。で、シード校は10校ありますね。ここで見るべきのは東京国際大学。去年、この予選会で1位になったチームです。で、予選会から本戦に出て、5位に入ってます。ですから、シード権獲得したんですね。そして、第9位の創価大学。この大学もですね、予選会を、4位ぐらいで通過したのかな。それで、あ、4位じゃない、もっと下かな、わからないけど、ちょっと覚えてないですけど、予選会通過して、シード権の9位で、シードを取ってます。すごいですね。ということはもう、この、今年の予選会走らなくていいから、もう、ものすごく楽ですよ。はい。で、今年の、予選会の概要を言います。立川市、東京は立川市の立川駐屯地のですね、いつも駐屯地を走って、昭和公園に出て、そして、帰ってきてゴール数、42.195キロのマラソンがありますが、この半分、ハーフマラソンを走って競う予選会なんですね、実は。箱根駅伝っていうのは。この周回コースになります。駐屯地だけを。
ですから、だだっ広い滑走路をいつもスタートするんですけど、もう、なかなかの絵なんですね。滑走路を500人ぐらいダーッと走るスタート。知ってますね。あれ、なかなかの絵なんですけど、それが周回になります、今度。2.5 キロが周回ぐらいかな。2.6 キロかな。だから8周か9周ぐらい、今度するんですね。だから、あの、昭和公園みたいな起伏もないですし、人は絶対見えてますから、差が。どことどんぐらいですか。だから結構、周回コースではペースが速くなるし、力関係がわかるっていうのがありますね。で、次。46大学出ます。全部で46チーム。これには大学院も含まれてます。はい。大学院っていうのは4年の大学が終わって、2年間かな。大学院に行って。その大学院は大学院生だけで10人以上メンバーを募って出場しなきゃいけない。この46チームの中に3チーム大学院が入ってます。そして、出場資格ですね。1万メートルを34分以内で走らなきゃまずいけない。はい。で、これは走れなくても、5000メートルを16分30で走れば出場できるということになりました。去年までこの16分30秒がなかったんで、非常に厳しい条件だったんですね。1万メートルを34分以内で走るっていうのは非常に厳しかったです。しかし、今回5000も追加されたということですね。で、最大14名をエントリーする。まあ、登録して、10人から12人へ出場する。そして出場した選手の上位10人の合計タイムを競って、1位から大学別で1位から10位まで、算出すると。そして、正月の本戦に向かいます。まあ、かなか過酷。そういう意味では。はい。そういうことですね。それで、まあ、各大学の戦力、ちょっと軽くですけど、予想してみました。はい。で、こういうふうにシード校はね、青山学院、東海大学、名だたる大学があるんですけど、実は中央大学、シード権外してます、前回。で今回中央大学予選会に回ったんですけども、やっぱり実力がありますね。で中央大学といえば新人にすごい選手も入ってきてます。仙台育英の吉井大和選手、知ってます？高校駅伝でも活躍しましたね。この選手、学生ナンバーワンの5000のタイムを叩き出しました、この前。ということで、スーパールーキーがいるということですね。で、中央大学はですね、去年、走った選手が9人います。10人中9人。そしてこの大和選手が入ってきてるんで、強いはずあるよね、予選会の中では。だから僕は1番手にしてる。まあ多分中央大学1位になると思います。で、次、順天堂大学。よく聞きますね。去年まで塩尻和也選手いました。はい。ここにはですね、八千代松陰の石井選手。はい。高校駅伝でも活躍した、まあ、佐藤一世選手と、石井和樹選手と、二大エースがいた、八千代松陰の、片方のエースが入ってきてます。そして、三浦龍二選手。知ってます？多分知らないかな。高校駅伝ではですね、洛南高校、京都。京都の洛南高校のエースでした。で、この三浦龍二選手は、3000メートル障害で圧倒してます。今年の。全日本で。圧倒してます。ですから、この二人のまだこちらもスーパールーキー。順天堂大学が2位に予想してる。で、2位というかね、確実に予想してます。で、日本大学。普通に日本大学というと、常連のシード校常連だったんですけども、ここにはですね、今年なんと、77歳の新監督。77歳ですよ。もうめちゃくちゃベテラン、青葉監督。日大の監督になりました。まあ、僕応援したい。青葉監督ね。まあ、そういう意味合いの声で確実に出てます。まあ、もともと実力がある、日本大学。はい。そして、中央学院大学。去年、本戦でですね、11位だったチームですね。ということは、10位内入る力持ってる。で、ずーっとですね、シード権取ってました。でも、去年、久々に落としました。ですから、昨年、11位だったんですけど、予選は通過すると見てます。この4つがですね、まず、まあ、確実。絶対確実。もう、絶対確実。はい。
で、次、ボーダー。まあ、言わせてもらえば、1位から10位まで出れるんですけど、まあ、5位ぐらいから10位ぐらいまで、じゃないかというチームです。神奈川大、日体大、法政大、山梨学院大、城西大、拓殖大学。はい。拓殖大学なんかね、レメイチキ選手いますね。めちゃくちゃ早い、あの、外国人留学生。しかし、コロナでですね、日本に来れませんでした。ということで、不在なんで、拓殖大学さん、ちょっと、正念場です、ここは。はい。そして、山梨学院もそうですね。ムルア選手ですかね、あの、外国人の。こっちに、日本に来れてません。ですから、外国人抜きで戦わなきゃいけない。でも、日本人も強いんでね、なんとか頑張ってほしい。はい。そしてですね、神奈川大学はですね、実力通りで通過するじゃないかと。で、日体大、池田選手という、去年、かな去年かな区間2位で、相澤選手のところでですね、区間2位か3位で走られた、日体大の選手がいるんです。この人の出来が鍵と言われてます。で、法政大学、もともと強いんです。で、持ちタイムを見ても結構あります。だから、なんか知らないですけど、選手を温存する癖があります、この大学は。この予選会で。そして本戦で、エースを投入とかいう癖があります。法政大学。ですから、ここはぜひね、温存せずに、スーパーエースも出してほしい。まあ、ちょっといませんけど、スーパーエースっていうのはね。はい。で、城西大学。店長は知ってると思うんですけど、正規のブレーキ。岸部選手。知ってます？早稲田大学でね、めちゃくちゃ実力があるんですけど、ちょっとブレーキかかってしまって、箱根駅伝でも有名なシーンになってる。岸部誠二選手、監督です。僕大好き、岸部選手。で、この監督はですね、やっぱりこの城西大学をしてますんで。はい。そして、次のページに行ってもらいたいんですけど、ここでは監督は青葉監督かな。はい。こうですよ。はい。次はですね、挑戦。いらっしゃいませれば、10位以内に入りたいという、ね、予選を通過したいという大学。国士舘大学、筑波大学、大東文化大学、駿河台大学、麗澤大学。知らない大学出てきましたね、やっと。ね。皆さんね、箱根駅伝ファン、知ってます、全部。ものすごく、僕が言ってること意味よく分かってます。はい。国士舘大知ってる通り、ヴィンセント君。強かったですね。あの、本戦でも。この人、ハーフマラソンを1時間切ります。だから、この人一人でも勝てないのが予選会なんです。でも、ヴィンセント君が、頑張ってくれるだろう、ということです。で、筑波大学、去年、予選会6位で、まあ、サプライズ出場しましたね。筑波って誰もが思ったと思います。はい。監督、平山博美選手のマラソンのね、資生堂の旦那さんの平山勤監督。はい。この監督も、有名な監督です。筑波大学を率いてますから。去年で出るから今年も行くんじゃないかと。はい。で、大東文化大学。いやー、優勝経験ある大学。はい。もうほんと30年前にはですね、2連覇した大学です。特に山登りとか強い人を、ね、よく要する人もいますし。でも今回も最近はずっと予選会に回ってます。はい。優勝経験があるという強みでですね、なんとか頑張ってほしい。あの、緑と赤の有名なジャージの、わかります？有名なジャージのあの、走るところですね。女子も強い、実は。女子の駅伝も。はい。で、駿河台大学。ここはですね、実力もさることながら、何が一番注目かというと、元法政大学の1区のスペシャリスト、まあ、2区も走りましたけど、最後は怪我して終わりましたけど、徳本選手、和義選手、あの、有名なね、みんなあの、今、駅伝こう走ってて、いいサングラスとか、いい帽子とか、いい鉢巻きとか、していきますよね。この徳本選手が最初です。元祖です。サングラスかけて、すごい形のサングラスかけて、すげえなって思うね。なんかこういう、ちょっと頭から被るサングラスとかですね。そういうのをわざと被って走ってるのかなと思いきや、区間1位で帰ってきます、いつも。
そういうスター選手がいたんです。20年前には。この徳本監督になったんです。駿河台大学、去年から。で、去年は12位。惜しくも予選会行けなかったんですけども、今年は12位内に入るかなと。そして最後、麗澤大学。ここは、知ってるでしょ、店長。知らない?皆さんも知らない?知らないな。ここはもう、箱根駅伝ファンにはもう有名な大学なんです。はい。過去に強かったとか、そんなんないんです。この大学、予選会、2年連続10、次点、なんですね。あとちょっとなんです。おととしも、あとちょっと、あと1個ランク上やったらホーム制出場。去年も麗澤行くか、リベンジになるかと思ったら11位で行けませんでした。26秒差でした。1人1秒、ごめんなさい、1人2秒、削ったとしてもですね、届かないですけど、ちょっと1人がね、26秒差つければ、勝てたということですね。だから今年も麗澤大学、僕は注目です。いつもね、最後に言おう。はい。そして大穴、立教大学と琉球大学。はい。立教大学、皆さんご存知ですね。東京六大学の中の一つ。上野雄一郎選手って知ってます?はい。佐久長聖から中央大学、そして、SB 職員、そして SB で亡くなったんで、DNA。DNA も実は亡くなりました、この前。ないんです、もう今、陸上部。そして、上野雄一郎選手も、年も年なんで、引退してですね、立教大の監督になりました。知らなかったと思います。で、この上野選手を慕ってね、やっぱこう、いい高校生が入ってきてる。8人ぐらいね、上野選手を慕って、上野監督を慕って、入ってきて、で、上野監督は、100回大会、あと4年後には出ようと。豪語してます。ですから、ここ面白い。大穴であるかもしれません。ひょっとしたら。ひょっとしたらね、上が崩れて、この立教が上がった場合ですね。あともう一つ、琉球大学という千葉の大学、茨城かな。大学があります。で、この琉球系大学というのはですね、馴染みがないと思います。そりゃそうです。全然手が届きません。予選会の10位以内にも。でも今回、奈良治監督っていう、箱根のスーパースターが監督になってます。申し訳ないですけど、実業団行きましたけど、全然歯が立ちませんでした。しかし、箱根では強かった。箱根にはね、必ず強い選手がいるんです。その強い選手が必ずしも社会人で通用するとは限らないです。そういった代名詞の奈良治選手、大東文化大の出身。山の神といえば、初代、そういう言葉なかったですけど、山の神といえば、奈良治です。皆さん、絶対そう思えるでしょう。奈良治です。今井とかですね、柏原の前に、ずっと前に、山の神がここにいたんです。実は。この人が監督してますんで、ね、本戦に出れば、琉球大学も面白い。ということです。で、これがですね、私の、確実、そしてボーダーライン、そして挑戦ライン、そして大穴ラインの予想。各大学のね。で、申し訳ないけど、それ以降の大学は、ね、申し訳ないけど、勝手に順位をつけさせていただきました。こうやって。ただ、その中に出てこない大学は申し訳ないけど、ダメだと思ってるんじゃなくて、予想がですね、そういう風になってるということです。しかし、何かの、実力がすごく発揮できたり、ピーキングがあったりして、出場できたとしたら、それはもう心から祝福します、僕は。知らん、ここに出てない大学が来てもですね、その選手、チーム、監督、関係者、みんなにリスペクトしてですね、僕は祝福してます。それぐらいのイメージです。ただ、予想しなきゃいけないんで、ちょっと予想させてもらいます。最後、ここがポイント。歓声とため息が入り混じる結果発表の瞬間は、予選会最大の見どころ。予選会ね、箱根駅伝で言うぐらいですから、なんか走ってるところとか、つばぜり合いとかですね、たすきを出しとかがみんな、いいシーンだと思っていることが多いと思います。普通の本戦の駅伝ではそうです。繰り上がりスタートとか、ね。あと、区間新記録とかものすごく感動します。あとはちょっとこう、怪我してゆっくり走ってきた人が、助け渡す瞬間なんか涙が出ますね。しかし、この予選会はそんなことないです。みんながね、自衛隊のですね、駐屯地を一斉に
500人から600人の選手が走っていくんです。で、ぐる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 8周ぐらいして、タイムで競う競技なんです。それは、走りを見ててもね、感動することはあんまりない。何がじゃあ感動するか、毎年なんですけど、結果発表よくあります。第1位、中央大学、10時間50何秒とかあります。このですね、結果発表がですね、もう歓喜とため息がね、入り混じってる。もう、すごく。そしてさっき言った麗澤大学、緊張の面持ちでその瞬間見ます。で、ああ、ダメだったっていうのがですね、1年間箱根にかけてきた思いがすごいです。その中でダメだったって思いを2回連続続いてます。特に、10位の発表。1位から9位まで淡々と行くんです。女の子が。毎年は女の子が。1位、何々大学、おめでとうございます。2位、何々大学、どんなだ。9位まで淡々と行くんですけど、なんと10位、ミリオネアぐらい引っ張ります。最後は本当に。第10位で、こう、じーっとしてて、みんなこんな感じです、選手は。みんなこんな。で、もう、注目もしてるんです。10位から11位とかね、想像がつかない、みんな。もう見てないから、全員を。その中で、こうやってみんな苦手てる。もう多分、受験で受かるか受からんかを目の前で発表されてるようなもんですよね。で、発表します。第10位、どこどこ大学。その時に、よっしゃーって1年間、頑張ってきてよかったって涙してですね、抱き合う選手たちもいれば、かたや、1年間やってきたのにダメだったという、ため息がですね、すごい、ある大学があるんです。もう涙でね、今度は逆の涙。悔し涙。だから、歓喜の涙、悔し涙がですね、必ずここで起きます。今回も絶対どっちのチームも泣く。10位のチームも泣くし、11位のチームも絶対泣きます。それぐらい箱根駅伝には命を懸けてきてます、大学生は。九州の高校駅伝強いんですけど、九州の大学駅伝弱いんです。これはなんでかというと、箱根駅伝に出ないから、関東にみんな行くんですね。関東の大学しか箱根駅伝は出れませんから。だからみんな強い選手、全国の強い選手は関東に行きます。これは何かというと、出雲駅伝、全日本大学駅伝、そして箱根駅伝とありますけど、出雲駅伝と全日本大学駅伝とか走りたいですけど、そんな関係ない。みんな箱根駅伝に走りたい。そのために大学に入って走る練習をやってるようなもんです。その本戦に出れるか出れないか、1年間頑張ってきて、この予選がたった1日の10時間で決まるんです。その10位と11位の差っていうのはこんな依頼でます。はい。11位のチームは、シード権を取ることすら許されない。しかし10位のチームは来年シード権取るかもしれません。東京国際大学みたいに。創価大学みたいに。そんなにこうね、言わせてもらえば後輩に託す意味でもですね、もう予選会の10位と11位は非常に大事。そして見てる、テレビから見てる僕ら、そして周り、今回無観客なんで、関係者あんまり来ないと思うんですけど、応援団とかね、来ないと思うんですけど、もう、去年まではすごかった。応援団のもう崩れ方なんかすごかった。麗澤なんかこうして、最後もこう、膝ついて泣いてましたからね。そういうことをみんなさ、知らない。そして、正月に行くんです。で、正月スタートして、お、始まったなってなるんですけど、実はこんなドラマがあるんです。毎回。そして、さっき言ったように、ボーダーのチームに、神奈川大とか、山梨学院大とか、あと、拓殖大とか、常連の大学いましたけど、外国人が出れないせいで、ひょっとしたらね、11位になるかもしれません。そしたらね、もうほんと、40年ぶりの出場を逃すとか、そんなになりますから、歴史が途絶えるようなもんなんです。ですから、予選会最大の見どころは、絶対ここ。あの、ミリオネアのとこです。10位から11位。まあ、11位も発表するんですけど、タイム差ね、どんぐらいあるのかっていうのでね。もう、麗澤大学、本当にね、今年は出てほしい、僕、個人的に。はい。こういった形で予選会、今説明してきましたけど、予選会をね、やっぱ皆さん気にしてください。そして予選会を気にするとですね、本戦で、東京国際大学みたい、去年のね、みたいに、予選会強かったチームが、いきなり、箱根で交渉することがありますんで。
毎年ありますんで、まあ、絶対シード校入れ替わりますから。だから必ずそういったところもね、あ、予選会を見てたら分かります。強いからなとか。そして、この予選会はですね、11月1日の全日本駅伝。伊勢神宮の。はい。これの前にあるんで、そしてこの全日本にも出ます。だから全日本に出るために、選手を入れ替えることもあれば、その選手がそのまま出ることもあります。で、ここを予選会を突破して、全日本を優勝するチームもいますからね。そういうところも見ものなんです、実は。あ、この大学強いな。あ、これま予選会で通過してたな。箱根にも出るな、とか。箱根にも出ないチームが全日本で構想したりもします。そういうのも面白いです。そして、やっぱり、さっき言った1年生。ルーキー、スーパールーキーっていうのはね、この駅伝のためにある言葉だと思います。1年生でスーパールーキーはブレーキもありますけど、大体がスーパールーキーは構想してます。ですから、1年生の走りも注目したい。特に順天堂の2人ね、石井選手と三浦選手には注目したい。はい。ということです。こういった形で予選会、皆さんぜひ、今週、見てください。10月の17日朝9時35分。日テレジータスではやるそうです。はい。で、見れなかった人は結果でも見てください。ね。どこの大学が1位で、どこの大学が10位で、そしてどこの大学が11位なのか。そして、サプライズで入った大学はどこなのか。駿河台大学。徳本選手がいるこの駿河台大学ね。ここも僕応援してます、実は。この下2つはですね、入ってほしいな。実に。そして本戦の正月で見たい。そしたら必ずこの監督はですね、クローズアップされますから。必ずこの監督の走り VTR が流れますから。そんなね、箱根です。今年は。ということで、箱根駅伝は実は予選会が熱いということを今述べさせていただきました。ですんで、今週の土曜日ですね、ぜひ皆さん見て箱根駅伝を好きになってください。駅伝シーズンやっと始まりました。皆さんでこの駅伝シーズンを楽しみましょう。以上です。